はい、現在 S カメラで火災現場、撮影しております。気仙沼から南9キロ地点にあります、気仙沼市の、火災現場の映像です。広範囲に、火災が起こっているのが確認できます。若干カメラ引いてきます。はい、広範囲に、火災が広がっているのが確認できます。広範囲に火災確認できます。火災現場の映像です。現在撮影機3500フィート、気仙沼市にあります、火災現場、撮影実施しております。非常に、広い範囲で、火災が確認できます。若干ズームアップしていきます。現在北方向からの撮影となっております。はい、撮影機火災現場、ズームアップして撮影しております。はい、こちらは東高明太平里田撮影機です。火災現場非常に、広範囲に燃えているのを確認できるかと思われます。現在撮影機、南方向から撮影しております。非常に、広範囲で火災確認できます。はい、撮影機です。現在火災現場撮影しております。はい、こちらは東北方面隊ヘリデン撮影機です。被害の、撮影の、火災の被害についてお伝えします。横、約 4.5キロ、縦約 1.5 から2キロの範囲で、火災が発生しております。横約 4.5キロ、縦 1.5 から2キロの範囲で、火災が発生しております。現在強い光が発生している、家屋が燃えている、場面確認できるかと思います。現在撮影機、気仙沼にあります、火災現場、大規模火災現場、撮影実施しております。